皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。最近視聴者さんからコメントでやってる人が痩せてないって突っ込まれることが多いので気にしてるんですが、なかなか痩せれないので今日は助っ人をお呼びしました。日本体育大学准教授のバズーカ岡田さんです。お願いします。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。よろしくお願いします。いや、たまたま居酒屋で会ってそこから仲良くさせてもらってます、はい。このチャンネルに出させてもらえるとは思いませんでした。でちゃんと追い込めてないと思うんですよね。いや、まあそれは多分そうです。だから今日私がちゃんと追い込んで、はい、励ましますから。わかりました。そう、今まで以上に効果が出る方法でやりましょうよ、はい。絞れてきたんですか。まあ本当ですか。いや全然でしょ。いやでもこれ毎日やってるんですよ、撮影してるし。いや結果出なかったらチャンネルダメじゃないですか。でもズボラストレッチなんで、僕ズボラっていうのになんですよ。いやでもやり方がズボラなだけで体がズボラじゃ全然説得力ないじゃないですか。それはすみません、ちゃんとやりましょう。はい、じゃあ今日から頑張ります。今日のメニューは人気の太もも痩せ15分チャレンジを最新版にしてやっていきます。上向きに寝て、膝曲げたままつま先を上げる、かかとを上げる、これを繰り返していきましょう。これ1目目、はい。簡単そうに見えるけど、簡単にやっちゃダメ。あ、ギューッと上げて、はい、もうギューッと上げて、ギューッと伸ばして、それグッグッってやって、でギューッと伸ばして、筋肉が収縮、感じギューッて、そう、いいスイス、硬くなってからいいスイス、ギューッてやってくださいよ。あと5秒しかできないんだから、やってもっとグッと、収縮感じて、はい、OK。 次は片足ずつ膝を伸ばし切りましょう。この膝肉に効きます。はい、ギュッてギュッて、そう伸ばしたらギュッて、ここの力感じてギュッてやるんだ、ギュッて最大限伸ばして、つま先も引いてギュッて、そうつま先引くと入る、つま先引くと大体初期入りますよ皆さん。そうギュッて引いて、これも引いて、そうあと10秒ギュッてやって、10秒しかできないんだから、もっとやって、楽しそうに緊張つけて楽しそうにやっても、3秒はい、2、1、はい、OK。 よし、次は、膝曲げたまま足を持ち上げて、かかとでお尻タッチするイメージでパタパタしていきましょう。お尻をちょっと持ち上げるとお腹にも効いてきます。これはスピード勝負だね。スピード勝負、回転数上げて、そう全然違うじゃん、2倍速くらいでしょ。どんだけ妥協したらアナウンスいける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 、次落ちてまだ上げる、まだ上げる、あと10秒、こっからだよ、こっから一番いいところ、一番おいしいよ、10秒ずつ、早いな、もう早すぎて見えないよこれ。いいよ、いけ、あと3秒2、1、はい、OK。 よし、次は、右股関節を大きく外回ししていきましょう。左膝立てておいても大丈夫です。体幹を固定して、大きくだんだんスピード上げていって、全然スピード上げる、だんだん大きく速く、そう、大きさは出てきたよ、今度速さいこうよ、あと15秒まだでしょ、まだいけるって、まだ全然いける。深井さん、そんなもんじゃないでしょ、まだいける、あと5秒、はい、早く、そう、やっといい感じになってきた。うわ、じゃあこれ左で行かそう、左で行かそう、今のスピード左行きます、外回しです。で今のスピードと速さ行かし、はい、体幹しっかり力入れて、そう、開いて、スピード、シュッ、全然、そう、いける、それ、今一番良かった、今一番いい、腹しっかり入れて、そう、お、いいね、いける、スッ、はい、スッって伸ばして、そう、もっと速く、もっと大きく、ぶれない、体幹ぶれない、そう、大きく速く、そう、あと5秒、いける、3、2、1、はい、OK。 よし、次は休憩ストレッチです。足肩幅に広げて左右に倒すだけ。これはさすがにね、多分ね、何も突っ込まれないと思います。休憩ストレッチがありえない。何のためにトレーニングです。はい、体を固定してしっかり大きく、そう、ギュッとフィニッシュ、ギュッ、そうギュッ、そう、力込めてギュッ、体を固定して膝だけギュッと持ってく、そう、収縮、筋の収縮楽しんで、楽しいでしょ、筋固定だよ、そう、
あと5秒、腹筋も強くなっちゃう。足動かしてるんだよ。ちょっと OK。 次は膝閉じたまま、裏ももをお尻使って持ち上げる。これを繰り返していきましょう。トップでギューって収縮させて、ギュッ、そう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 、あともうしっくっ、そうそう、一番上大事だから、一番上でギュッって力込めて、そう、皆さんも一番上で妥協せずにあげてください。ギュッ、そうそう、一番上でギュッ、そう。次は足パカさせて2回バウンドして閉じる。これを繰り返していきましょう。もう完璧ですか？全然楽勝じゃないですか。効かないでしょ。しっかりギュッギュッって、ギュッギュッって、ギュッ。こうすか？そう。いい。ギュッギュッギュッだ。そう。そうそうそう。そうそう。はい。ギュッギュッギュッですよ。ギュッが足んないでしょ。ギュッ。そう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 。ギュッギュッギュッですよ。そう。うわあ。次は、肩幅ぐらいに広げて片足ずつ、内に倒していきましょう。内ももを使うイメージです。これくれや、ぶらさない、固定する方固定する、そう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 、しっかりギュッと持って、ギュッと強く、そう、筋肉を絞り込む、ギュッ、そう、しっかり固定して、そうギュッていく、そう、きついいでしょ、股関節の深部に効くでしょ、これ効くよ、これ効いちゃうから、ギューっていって、膝を少しでも地面に近づけて、そういい、ギュッ、そう、し、 OK です。じゃあ次は膝曲げたまま持ち上げます。でちょっとお尻をグッと浮かせるイメージで、この下っ腹、お腹を使いましょう。そう、息しっかり、はい、そう、ギュッ、息しっかり、そう、しっかり膝をグーって持ってくる、そう、ギュー、そう、最後の1ミリが大事だから、最後の1ミリギュッ、そう、それそれそれ、15秒、そう、しっかり耐えて、ふーって耐えて、いや、入ってないでしょ、はい、ふーって耐えて、息吐くのポイントですから、これ、ふーって耐えて、そう、3、2、1、OK、よし、次は、右手バンザイして、右足こっち持っていって左足を上に乗せます。で右手と右のつま先を引き離して、この脇の下、脇腹伸ばしていきます。お母さん、これこんなにきつくやったら逆にこう筋肉太りしちゃないですか？足太くなっちゃうんですか？重りをしっかりかけてないですよね。あのダンベルとかバーベルとか、そうそう、ウェイトをしっかりかけてないし、はい、回数もそんなに多くないんで筋肉太りはしないです。あ、しないですか？代謝を良くして体をスッキリさせてメリハリ作るっていう、すみません、対プログラムでしょ。そうです、大丈夫です。追い込んだらダメかなと思ってました。全然わかんないよ。よし、これで逆側いきましょう。左足を右に持ってきて右足を上に乗せます。で左手バンザイして、この指先とつま先なるべく引き離しましょう。これしっかりこっちストレッチかけてですね。そうです、でこっちの筋肉しっかり縮めないともったいないでしょ。ストレッチだけじゃないでしょ。こっち縮めて、脇腹縮めて、脇肉ギュッていって、これ1日何回やっても全然大丈夫ですか？この動きだったらすぐそんな筋肉太りするってことないです。ないです。だそうです。皆さん引き続き1日3回でもやってください。大丈夫です。しっかり分かりました。次は、膝曲げた状態でドローインしていきます。大きく息吸って、お腹を限界まで膨らましたら口から吐いてお腹へこませましょう。まだいく、まだいく、はい、して限界までいくよ、限界まで吐きながら、しっかりウエストを細く、まだ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 いける、全然、まだいく、まだいく、3、2、1、はい、OK。 次は、左足伸ばして次は、膝曲げたまま裏ももとお尻使ってお尻を上げたら、
右足を上げます。そのまま上げ下げしましょう。左の裏ももお尻に効いてます。釣りそう、最後牛が大事だよ。最後釣りそう、ギュって上げて、そう釣りそう、釣りそう、牛が大事だよ。そこ、それそれそれ、しっかり最後ギュッていく、釣りそう、全然大丈夫。いやいや、で体ぶれない、体ぶれない、そう体ぶれない。あ、10秒だよ、ギュッ、10秒しかできない。いける、ギュッていって、ギュッていって、そう、きついとこ一番美味しいから皆さん。きつい、最高だよ、これ今ギュッて言って。 OK、 次、逆足です。まずはお尻を持ち上げて左足を上げます。このまま右の裏ももお尻使って上げ下げしていきましょう。体ぶれちゃダメです、体ぶれちゃ、ぶれないです。あと、もう最後でもうちょっと上げます。そう、そう、わずか最後の1センチ、これ大事だから。深井さん、まだいける、まだいける、上げろってことですか。もう最後そう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 、すごい、一番美味しいでしょ。いや、もう美味しいです、一番美味しいから。3、2、1、うわ、次は、膝曲げたまま足上げて足パカしていきましょう。ちょっとじゃあ休憩しますか。いや、断るごとに休憩しようとしてる違うからせっかくの時間全部使わなきゃちゃんと。じゃ最後ギューって、ギューって言って、で、またギュッと閉じる。基本だから、楽して意味ないでしょ。ギュッて、ギュッてつける。そう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 、しっかり開いて、開いて、使って内ももを使って、そう意識してる。そう、しっかり内もも意識、ギュッて、ギュッギュッて開いて、ギュッて開く。そう、よし、次、自転車こぎで追い込みます。ちょっとお尻を持ち上げて、なるべく高く大きく動かしましょう。高く大きく、速くでしょ速さ出てこない、速さの要素出てこないからで、そう、腹近いやつを動かす、そうそう、いいね、いいね、いいじゃないですか。ちょっと顎、左顎、そう、そう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 、スピード、スピード、スピード、お、いい、いい、さっきは全然速いじゃないですか。いける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 、10秒、10秒、そう、いい、いい感じ、いい感じ、落ちてる、落ちてる、はい、3秒、はい、いい、いけるいけるいける、オーケー、よし、次からうつ伏せになります。スマホは床に置いておきましょう。で、このままかかとでお尻タッチするイメージです。この裏ももお尻の境目を使いながら、まあこれも休憩みたいなもんですね。いや、休憩とかないから、スピード上げて、スピード上げて、せっかくだから上げて、上げて、上げて、そうそうそう、早く早く早く、大きく大きく早く、そうそう、最初より全然早いじゃないですか。本当ですか。いけるいける、休みはだって10秒取ってるじゃん。そうっすね、ここまで休むっすガンガン痛い、まだ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 、もったいないもったいない、3秒しかできない、いける、よし、 OK、 そしたら次は、左足右こっちにこんな感じでねじります。左のお腹の前面を伸ばしてます。なるべくつま先遠くに引き離すイメージです。これストレッチ、ストレッチです。ストレッチだけど、足グーって言ったらお尻引くでしょ足引いて、せっかくだ、いや、そうっす、もう左足引くって言ったらケツ入るでしょケツ、ヒップアップになるの、しっかり引いて、お腹伸ばしながらケツね、お尻力入れて、あ、これがだから、ながらってやつですね。ながらですね。これでも、すぐもうケツの形変わってますよ。いや、いいじゃないですか。あと5秒、しっかりギューッ、かかと表、かかと、うぅ、きつ、次、逆いきます。右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面伸びてれば OK です。いや、伸びてれば OK じゃないから、いやいや、しっかり足引いてお尻に深いちょっと上げたら中殿筋入るでしょ。引っ張ってあげて、引いて、引いて、ここ、お尻に意識して、まだまだまだギューって入れて、そう、腹筋しっかり伸ばして、お尻にまで効いちゃうから、ギューっていって、最後10秒休憩していいですか。休憩とかな、次あるから下っかに10秒休憩ある、いけるいける、3秒、はい、2、1、はい、OK、次はですね、右足を左足に乗せます。で、左の裏ももお尻使って膝を曲げる。なるほど、これしっかり右足蹴らないと効かない右足、そうですね、右足を蹴って、蹴って、そうそうそう、いいね、いいね、あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。そう、よくサボってるの気づきました。いや、ただ曲げ伸ばしてるだけじゃん
マジ意味ないから。だったら本気で寝た方がいいでしょ。本気で寝るか本気でやるかでしょ。しっかり蹴って、しっかりこっちか、意識して、意識して。ああ、いいいい、そうそうそう。最後ね、可動域最後までしっかり蹴って。そうそう、ギューって。そうそう。そっちの前ももね、すっきりしよう。確かに。次は左足を右足に乗せます。で、右の裏ももお尻使って膝を曲げていきます。あ、いいっす。顔本気だって。しっかり蹴って、しっかり。これあれですね、なんか2週間で10キロ痩せる男性より痩せるんじゃないですか、これやったら。やばいっすね。ちゃんとやってくださいよ。行ったら2週間やりましょう。そうっすね、2週間。しっかり曲げて、最後まで最後まで。深いところでギュッと曲げて、しっかり蹴る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 。そうそうそう。10秒。いいっすよ。次はですね、ちょっと追い込む種目をやります。こんな感じで四つん這いになって片足ずつ上げていきましょう。でマンションでもできるように飛ばなくて大丈夫です。こんな感じで余裕がある人はもっとねこう飛んでもいいですけど、まあちょっとサボりながらやりましょう。飛ばないなら上でギュッてやって、そう飛ばない上でギュッて、そう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 ギュッ、そう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 音しない、音もしないのに追い込めるでしょ最高。ギューってやって、そうそうそう、しっかり縮めて、そう2秒ぐらい止めて、2秒ギューって、そう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 ギューッと止めて、で最後前もものストレッチして終わりにします。左手で左足首を持ちましょう。でなるべくこうかかとをお尻に近づけると左の前ももが伸びてきます。いまいち伸びない方はちょっと膝を浮かせるイメージ、こんなイメージですね。こうすると伸びてくると思います。これ本気のストレッチじゃないですか。これ本気のストレッチです。もう限界です。そうですね、しっかり伸ばしましょう。ポーズします。あ、ほんとですか。ありがとうございます。ほんと自分の手で、ね、しっかりグッといった方がいいよ、ね、はい、手の力しっかり、全然足りてなかった。そう、手の力もったいない、もったいないですよ。じゃあ最後は、右手で右足首をつかみます。かかとをお尻の方にぐーっと近づけて前ももを伸ばしていきます。全然さっきよりしっかり伸びてますね。伸びてます。で、岡田さんも YouTube チャンネル、始めたので一応概要欄に貼っておきますので、ぜひこの後ね時間ある方見に行っていただければと思います。よろしくお願いします。体の専門家プロとして、筋肉作り、筋トレ、それからダイエット、食事方法などのことを、あるいはストレッチのことも話していますので、よろしければ、ご覧ください。お願いします。よろしくお願いします。よし、 OK。 お疲れ様でした。この動画が良かったら僕も岡田さんもチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。